ポン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 パンズです。今日の対戦は私の持ち込み企画、漢字50問テスト。イエーイ。いやー全然家じゃないわ。いやもうね、やすちゃんのお前勝ち確じゃん。そんなのだってもちろん勝ちに来てるに決まってるじゃん。いや最近の練習さんだよ漢字。勉強じゃなくて練習さんや。野原っていう字を練習。野原が出たらいけるな。野原野原じゃん。いけるかな、わかんない。野は分かるんだけどバラが難しくて。あ難しいね、うんうん、あ難しいのバラってこと。うん、あバラが、でもバラなんか問題よう出るからいいんじゃない、うん、バラかけるやん、うん、弱点をつくという戦い方としては非常にいい戦い方だと思いますけど、うんうんうん、テストとしては一応小学校6年生の漢字、中高生の漢字の読みで、漢字の書き、中高生の書きもちょっとだけあります。まあ、いくつでしたっけ。23 まあ、そら小6 12歳でまあ、ど忘れとかあるんでなかなか、うんっていうのあると思うんですけど、まあ、40問はまあいけるでしょうねぐらいのレベルってことね。40問いかんかったらちょっとやばい。うちも不安になってくる。バカ認定ですね。多分まあ、でも私文系なので。いや、やすちゃんの文系とか。文系よ。やすちゃん文系とか理系とかのそうそうそうないですよね。そう。どういうとこで文系やなと思う。やっぱ本能で動くタイプらしいんです文系って。文系ってそういうことじゃん。理系の女は文系っていいじゃないですか。まあ分けたらそうやけど、そしたらうちも文系なのかね。あ、そうじゃん。本能やから文系ってわけじゃないから。この場合はこの男女平等が叫ばれる昨今、男は理系、女は文系というもう時代遅れも甚だしいこと言ってますけど。ということでやっていきましょう。テスト始め、お願いします。あ、ちゃんと名前書くとこある。よし、調子いいやん。でも分からん。やすさん、消しゴムも一応真ん中にそういうやつおるよな。でも思ってるよりできてるけど、うん、僕の中では、うん、もっと赤いと思ってたな。ファーシワ割り OK。 うん、やすも OK。 はい、じゃあ採点します。終了。あでも結構ペンを走ってましたね。うん、ヤスちゃんもめちゃくちゃ濃いけど早かったね。あと字が上手かった。字はまあそんなに結果待ちにです。絶対勝ちたいな。だってうち勝ったらもうリーチだもんね。いやそんなのどうでもいいんだよ。お前がそうやって頭が使う問題を持ってきて勝ち確の試合を持ってきたことで腹が立つ。まあな、かなりアホに見られてるってことだからな。やだ、ドキドキする。このドキドキを歌にしよう。ドキ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 胸が飛び出そう。できた C からいきましょうか。はい、C 80点40問正解。間違えた、はい、結構間違えてます。じゃあヤスの点数。待って、受験の時くらい待ってこれ持ってきたのに。ヤスの点数は86点。あ、調
者はヤスです。イエーイ。小学生の問題ですよね。そうやな。やったー。ヤスはですね、読みの問題ですね。中高生の読みの問題ですね。うん、ほぼ全問正解です。すごい。C は、均等に、バカです。書きも読みも。書きも読みも均等にバカですね。高音をつけがたい高越というその越何、二年続きの共作、二年続きの苦境っていう空どこから来てかっこいい。でもあとまあ辞退する旨を伝える、これも僕たちの予想通り、旨をあのねボディの旨書くっていう、あるあるだねやっぱねその辺を、今までバカとされてきたやつは正解しておりますこれで立場逆転、はい、胸とか使えますもんね、やっぱ大人って、うん、使う使う、やっぱりメールの人にメールするときとか、うん、自分の胸を伝えるときにも使うし、やっぱりめっちゃ悔しいということで、C の持ってきた問題やすがブレイクしたので一緒いっぱいです。イエーイ。はい、ということで今回の C ちゃんの持ち込み企画は私の勝利でございます。うまい。ということで、この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。はい、コメントもたくさん待っております。ということで、以上ポン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 タンズでした。また明日。